ああ。皆様、大変お待たせいたしました。少し定刻から遅れてしまいましたが、今から、キッチントレーラーのお披露目式をさせていただきたいと思います。本日はたくさんの方に お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより簡易ですが、キッチントレーラーのお披露目式を開催させていただきます。松本山雅 FC ではこの度、有限会社三沢コーヒー様、株式会社サンフレッシュ食品様とともに、グループを形成し、長野県で募集を していました、飲食サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金というものを活用させていただきまして、このキッチントレーラーを導入するに至りました。本日はキッチントレーラー導入にあたりご尽力いただいた各社の皆様にお越しいただきましたので、ご紹介をさせていただきます。まずは共同で授業をスタートさせていただきます。3社をご紹介させていただきます。ちょっとハプニングがありましたので、お待ちください。まず、有限会社三沢コーヒー代表三沢雄二様。三沢コーヒー様は現在喫茶山賀で提供している創業当時の味を再現したオリジナルブレンドコーヒー、トラディショナルブレンドや、ニュー山賀ブレンドを共同開発していただき、現在も松本山賀自身のサプライヤーとしてコーヒー豆の焙煎提供していただいております。続きまして、株式会社サンフレッシュ食品代表取締役滝沢正明様。サンフレッシュ食品様は、牛肉、鶏肉、豚肉、食品加工品、鶏卵、乳製品など日本全国へ新鮮な食材を提供しておりまして、その中でも信州オレイントン、信州ふみどりは現在喫茶山で販売している選手プロデュースメニューや、今日販売していただくフランクフルトにも、食材として提供していただいております。続きまして、キッチントレーラー事業の、松本山賀としての目玉となります販売品を共同開発していただいております。セントラルパック株式会社様より代表取締役田中高橋様。今回キッチントレーラー目玉商品として商品として必勝祈願図カレーと題しまして、さまざまなカレーを共同開発していただいております。第1弾はこの後販売させていただきますが、スマイル山が 農業プロジェクトを収穫した綾緑を活用したトマトキーマカレーを販売させていただきますので、ぜひご賞味いただければと思います。続きまして、最後ですね、今回キッチントレーラーの導入にあたり、輸入から車両登録まで大変ご協力をいただきました、フリハタ自動車株式会社および内田成夫様、松本山賀のカーサプライヤーでもあり、キッチントレーラー販売事業を展開する事務所様ですが、今回は、この後お披露目させていただきますが、ステンレススチールの光沢で、アメリカで人気のエアストリームのデザインを思わせるフォルムのキッチントレーラーを、手配いただきました。登録までは海外からの輸入車ということもあって、本当に紆余曲折だったんですが、なんとかこうして漏れたくお披露目をつけることができまして、完了でございます。皆様、本当にお疲れ様でした。本日以上4名の方にお越しをいただきました。本来であれば皆様からご挨拶頂戴いたしたいんですが、時間の関係もありまして代表して、共同で今回授業を行っていただく株式会社サンフレッシュ食品代表取締役滝沢正明様よりご挨拶を頂戴いたします。滝沢様、よろしくお願いします。サンフレッシュ食品の滝沢でございます。喫茶山賀様、三沢コーヒー様とともに新、事業に関わられたこと、非常に光栄に感じております。今日、向かいまして、キッチントレーラーに関わった皆様、そしてファン、サポーターの皆様には、この場をお借りし、御礼申し上げます。キッチントレーラーは、ホーム現場はもとより、地域貢献につながるよう、新たな取り組みに考えていきたいというふうに思っております。また皆様からのアイデアも、募集しますので、ぜひいいアイデアがございましたらよろしくお願いしたいと思います。松本山賀様の、ますますの
ご隆盛を記念し、また今日の、勝ち点3を記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。滝沢様ありがとうございました。皆様にはこの後除幕式の記念撮影をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それではちょっと準備に取り掛かりますが、少しお時間いただければと思います。